はい、じゃあ2019年12月3日本日の仮想通貨時価総額と需要10トークにドル円の相場考察します。順番に仮想通貨の時価総額からいくと、前日と本当にそれほど差がないアメリカドル換算の198ビリオンと1ビリオン前後ぐらい動いただけぐらいですよね。その通りに前日比見ても上下 1% ぐらい、 SV が一番まあまあ下げた部類で、それでも 1.5% ないぐらい、ステラも同等、モネロが 3% ぐらい上昇、 OKB が 8% ぐらい、なんでしょうというところで、まあ、それぐらいですよね。特にビットコイン、イーサリアムがそんな大きな動きしてないんで、時価総額的にも影響を与えてないですよね。まあなんかレンジっぽくね、どっちつかずのダラダラしたっていうところが続いてるんじゃないかなと想像しますわね。それで日本円換算の時価総額を言っても、こちらもやはり前日それほど動きがない21兆6868億と。では順番に時価総額1位のビットコインから見ていきましょう。週足的にはこんな感じで20円目右下、若干角度が緩くなった風には見えますね。120円目の下にいるロウソクは相も変わらず、まあ大きな本当に相場環境変動とかないですよね。めちゃくちゃね大きく下がっていくわけじゃなくて、かといってね高値突き抜くとわけでもないもんで、どちらにしてこの120円目の下にいるのはまあ明らかなんでというところで、で冷やしていきますと、ここでもそうですね、ほんとダラダラしたところが続いてるのが、それに象徴されるのはこの20円目の角度がずーっと右下、そんな大きな角度変更もなく、ロウソク的にもじりじり下げつつ、本日どうでしょう、79、80、そんなあたりをうろうろしとるぐらいですかね。20円目から帰り離れまして、まあ目線が下なのは明らかなんですけど、やっぱそんな大きな動きはないというところで、で4時間いきますと、もうここが本当そうですよね。20円目は緩やかな右下なんですけど、ロウソク的に見るとね、どうでしょう、80万ぐらい、そんな前後上下ぐらいを1万ぐらいの幅で動いて、そんなに大きく動いてないですよね。80、そうだよね、2とか超えていくわけじゃなくて、かといって78とか割っていくわけでもないもんな。まあもちろん目線は下なんでね、どっかでドカーンってまたっていう可能性もありますけど、全くわからんですね、この先はね。下げ目線なのはわかるんだけど、いつそんな大きく動いたりっていうのは、俺はあっきり言って私的には全く読めませんというところで。はい、と次は。いっさ。週足25目やや右下、7円目も右下、ロウソクその下です。相場環境はほんと変わってないですね。そうはそうだな、前日換算で 1% も上昇してないんですから。で、冷やしいきますと、うん、こちらもほんとそうですね。うんって言っちゃうようなところですよね。25円目右下の角度も変わらず、 7MA も水平に近いとこですか。ただロウソクはその下にいて微妙だね。なんかビットコインと同じく4時間の25の下とかでなんかダラダラしとんじゃないかなと想像しますけど、4時間足いきますと、ほんとそんな感じですよね。これ先に別に見ていっとるわけじゃないですけど、25円目本当にどうでしょう、緩やかな右下ぐらい、 7MA が水平ぐらい、その直線上でロウソク動いてまして、まあいつ本当どっちへ動くかですわね。それは動く方向は下の方が高いと思うんですけど、まあもうそろそろごちゃごちゃしだしてもいいんじゃねえとかありますわね。ただいかんせん25週足は右下なんで、まだまだ下がっていくのはまあ見えとるというところで、はい、と次はリップル。週足25円目右下、7円目も右下、安値も切り下げそうで、ロウソク7円目から乖離離れてます。非常に辛いところで、前日換算ではマイナス 0.09%、 まあほぼ動きないところですね。まあ下げ相場目線なのは明らかなんでね、これ見とるとちょっと辛くなってくるというところで、で冷やしいきますと、こちらも同様ですね。25円目が少し角度緩くなったかなと見えるぐらいで、ただ7円目の下にロウソクがいまして、まだまだ下げ目線なのは明らか。冷やしの7ですらあれだもんな、抜けていけんとこは非常に辛いですわね。4時間いきますと、こちらも同様で25円目やや右下、その下の7円目の直線上ぐらいでロウソクの動きしまして、まあ全体的にレンジではないけど、4時間の7、そんな前後ぐらいで動いてる感じですかね、大体。25の下なんで当然目線は下というところで、ある程度こんな感じじゃないかなって想像しつつ、次へ行きますと、テザー。瞬間的に買い離れたところで、朝の9時40分、それから昨日の夜、16時35分、これぐらいで、まあやっぱりあれですよね、大きな動きしとるわけじゃないもんで、相場的にも平凡ですよね。ニュース的な観点で言っても、テザー、ビットフェニックス、ステーブルコイン絡みは特になくて、まあ最近ね、なんか平凡で鳴りを潜めて、なんかいい子になったのかなって、茶化すといかんなというところで、はい、ということで次は、ビットコインキャッシュ。まあさすがにね、週足はもうどうでしょう、1ヶ月経ってもこれはあれだな、見にくいな、わからんな、これだけじゃな。過去の相場を知っとるもんで、頭の中に浮かべれますけど、これだけ見てはもう全くピンとこんですよね。まあ下げ目線なのは明らかというところで、で、冷やしていきますと、ここもそうだな、これも1ヶ月ぐらい欲しいな、1、2、3、4、5、6、そうだね、1、2、3、6本だもんな、30本ぐらい欲しいな、わからんな、これだけじゃな、下がっとるっていうのはこれだけ見はわかりますけど、で、4時間いき
きますと、ここら辺ぐらいで割としっくりくるとこだな。やっと 25MA が出てきて、当然ロウソクはその下 7MA のまあ前後ぐらいで動いてて、やっぱりあれですよね、ビットコインやイーサリップルなんかと変わらん動きですよね、まあ、これが目線下ってことはね、日も週も目線下なはずなんで、まあ相対的な立ち位置は変わらんすよね、素直にね。はい、と次はライトコイン、週足25MA 右下、 7MA も緩やかな右下、ロウソクもその下です。乖離幅も特に詰まったりとか離れたりはしなくて、相場環境的には大きく動いてないですね、まあ、全体的に一緒ですね。で日足いきますと、こちらも同様 25MA 右下角度変わらず、 7MA 水平気味、その少し下にロウソクいまして、 7MA ですらやはり日足では抵抗性になっとるところですね。で4時間いきますと、まあ、想像通りでとこで 25MA 緩やかな右下、こちらは 7MA がじりじり右下向いてるところですね。現在は水平ぐらいになってロウソク触っとるところでした。それでも25の下なんでね、まあ大体みんな立ち位置は一緒だな。なんか見とっても本当に寂しくなる相場というところで。はい、じゃあ次は EOS。週足 25MA 右下、7MA が緩やかな右下、ロウソク当然その下です。これもやっぱりですね、立ち位置は変わらんすね。週足の7ですらの下でなんですから、相場環境的には大きく動いてないというところで。冷やしていきますと、こちらがどうかっていうのが25の右下角度は変わんないんですけど、 7MA が水平に近いぐらい、そんなあたりロウソク推移してまして、まだまだタイトル部類ですか、この目線で見れば。ただ7の上だけじゃな自慢できるレベルではないですけど。で4時間いきますと、こちらもそうだね、タイトルってはタイトルとこですね。25は緩やかな右上、まあ水平右下に近いとこなんですけど、さあロウソクに関しては昨日の夜ぐらい9時とかそこら辺でやっと下抜いてたとこですよね。現在は7の水平ぐらい、まあ、25との乖離は本当に少なくて、手伸ばせば届きそうな位置ぐらいで、耐えとる部類だけど目線は下っていうところがまあまあ正直な感想ですね。はい、じゃあ次はバイナンス。週足 25MM 右下、 7MM 右下、ロウソクは 99MM より下抜きそうなところで、まあ非常に辛いところで、前日換算ではプラス 0.2% と、まあほぼ値動きないところで、ロシアルーブルを追加してったっていうネタはあるんですけど、まあ、そこら辺さすがにね、相場影響は全く与えてないというところで。冷やしいきますと、 25MA 右下角度変わる、 7MA 水平、その下にロウソクいまして、こちらもやはり 7MA がね抵抗性になっとるようなところで、だいたい2カリ寄ったらの相場ですわね。で4時間いきますと、 25MA がどうでしょう、水平になったぐらい、 7MA もそんな感じで、ただロウソク的には25の下、7の直線上、まあ、なんとか手届けすれば近づけそうなところにロウソクはおるんですけど、それでも25の下なのは明らかで、まあみんな似かれおったですね。25の下なんだけど7の直線上、なんかじれったい動きがずっと続いてる、まあそんなところが仮想通貨全体なんか本日の動きかなというところで。はい、じゃあ次は SV。 これ全然あれだね、週足30MA 角度変わってかんのかというのが、ずっと 30MA 右上、 7MA も同様、ロウソクは 7MA の下なんですけど、30ですよねこれ、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18、この辺りだな。あと 2,3 週間経ってここら辺がなくならんことにはあれか。そうやってサラレバーの話するとろくなことがないんでやめましょうというところ。まあただ目線下なのは明らかというところ。冷やしいきますと、 30MA 右下、 7MA も右下、ロウソクもその下です。まあ目線下なのは明らかなんで、ロウソク的にもね数日単位でじりじり下げてまして、本日でマイナス 1.3% ぐらい、まあ、仮想通貨上位としては割と下げとる部類、まあ、ただレンジの範囲かなと想像しつつ、4時間いくと、いや下がっとるね。 30MA は緩やかな右下なんですけど、 7MA が割といい角度で本当に綺麗に右下下げていて、ロウソクもそんな直線上で動いてまして、 7MA が完全抵抗性になっとるところですね。とは言ってもね、こいつはやっぱ荒いんでね、あんま舐めた見方しとるとパコーンってやってくる可能性あるんで。はい、じゃあ次は体の週足 25MA 右下、 7MA 緩やかな右下、ロウソクその下です。まあ環境的には変わらんすね。さあ時価総額14、なんか一応あれだな、定位置にしてきたな。ステラが下におるんですけど、まあそんなに差はないと思うんですけどね。冷やしいきますと、 25MA 緩やかな右下、 7MA が水平ぐらい、ただロウソク的には下抜いてしまいまして、こちらがまだまだアップダウンがあるような相場ですよね。一応冷やしの7をね抜け取った時もあったんだから、完全な抵抗性になっとるわけじゃないんで。4時間いきますと、 25MA 右下、 7MA がどうでしょう、水平になったぐらい、現在地では7の水平ぐらいロウソクいたんですけど、割と食らった方なんだね本日。そんでも前日換算で 0.3% ぐらいプラス、ようわからんなこれ、昨日と換算しとるであれか。でもこんななんか4時間見てもこれじりじり下がっとるように見えますもんね。なんかようわからん相場だなこれ、まあ、下げ目線なのは明らかなんですけどね、なんかよくわからんというところ。入って、それで最後はドル円。例によって本日のお昼2時頃から追っかけてきますと、なんかえらい派手な相場やってそうだなっていうのが、短期右上、中期も右上、まあ割といけそうな
109円6000円ぐらいのところを推移しながら、夕方ロンドン入ったところ、ここでも109円5000円6000円ぐらいをなんとかキープするんですけど、8時とかここら辺で食らって、一気に短期右下109円5000円、中期にも触ります。そんなところを続きながら、ニューヨーク入ったぐらいのところ、めっちゃやらかしたねこれ。12時のところで一気に109円1銭すっこーんと1時間足で長いのつけまして、これによって短期は当然右下急角度、中期も角度ついて離れまして、まあまあやられてったね。その後夜中ニューヨークで当然下げた後、あれだな、なかなかあれか、戻すわけでもなくじりじり下げてって109円割れもいったんだ。で朝方アジア入るぐらい、これに当然108円いってますね、9銭とかですね。ただ朝の7時こんなぐらいでなんとか戻して109円いったぐらい、そこで朝の9時、ここでなんとか短期に触りまして109円1銭が見えたぐらいです。そしたら短期今度は上向いて、なんとかロウソクも上抜けまして、じりじり上昇してお昼1時ぐらい、これで109円1銭ぐらい見えたところが、なんか停滞のようなところになって、結局現在時間109円1銭短期に触っておくぐらいで推移、中期との乖離は完全離れましたと。荒いな、まあまあな、これはな、さすがドル円のところで。で冷やしいきますと、これでちょっとどうかなというところになってきたのが、中期の角度は変わんないんですけど、短期が水平ぐらいでロウソク安値触りまして、そうだな、1時間なんだけやられたんだもんな。ただ中期との角度は一応あるんでっていうところですけど、また食らったらってところか。なかなかまああれだな、綺麗に上げていくような状況じゃないんだなこれな。非常に日足の短期で怪しい動きをずーっとしとって、ちょっと安全地帯に行けたかなと思ったら次食らうっていうのが割と多いよね。で週足いきますと、とは言ってもここはね、中期抜いといて踏ん張りどころなのが、短期右上角度ついてます、中期ロウソクなんとか抜いてます、ただ角度はついてないんですけど、まあまあここら辺ほんと踏ん張りどころだね。こんな感じごちゃごちゃしながら抜けて帰り離れていくまで行くんじゃないかなと想像するんですけどね。どこまで行けるかっていうと、そんなにはっていうのがなんか過去の傾向からまた悪い癖なぞるんですけど、期待値は高いんだけど割とめんどくさい相場だしね、もうなかなかあれだな、そんな綺麗にってとかないな。時期が短いもんねドル円に関しては、その安全地帯じゃないけど、トレンド変換が早い、荒いとも言えるけど、まあ、どこら辺まで行くかですよね。中期の意図ある程度はいけると思うんですけど、まあ、ここら辺の未来のことは分かんないでね、まあ、単純に移動平均線とロウソクの上げ下げを見て判断しましょうというところで、はい、ということでそんな感じでいきまして、本日平凡な動きならば時価総額1のビットコインいきましたけど、もう4時間の25度でもうクラッとって、その下だいたい全体で言うと7枚目の直線上ぐらいで値動きしとるっていうのが仮想通貨全体一般的な動きですよね。前日換算でもそんな動きなくて、時価総額でもそれほど上げたり下げたりしとるわけじゃないですから、まあ平凡っちゃ平凡、じりじり下げとる、どっちつかずの動きしとる、まあそれが率直な答えかなということ。ドル円に関してはね、またなんか荒くなってきてね、長期的な目線は非常に期待は高いんだけど、日足の短期レベルで食らい出してちょっとあわあわしだしたっていうのが、まあまあまあ正直な感想だよなというところで、はい、ということでそんな感じ。以上2019年12月3日本日の仮想通貨時価総額上位10投稿にドル円の相場考察でした。そんな感じ、ポリー。